I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me. It tore me apart. I felt so lost, but I held on to what I had. Nice.逆から起きた。またファイヤーだぞ、こいつら。いや、そうですね。これ上からあれしますわ。降りまーす。一人割れた、ダン。ナイス。うわ、バッテリー。ナイスカバー。トロフィーまでね。うわ、どうだ。やばいクロスあってさ、1回ナイス、それ後ろからいた、中あぶねー、あ、マジか。あ、落とした落とした。やった。なんだ。隠れる。あ、来る。あ、これってスパーティーが来るな。僕の家2階も割れてる。ナイスー。こっちやった。ナイス。まだ上いる。足ごからてってって。おお、カバーナイス、ナイス、あれこっち来た、あ入った、おお結構お金持ってる、単品、あ1回入ってきた、回る、1人はやった、ナイス、腰ダメ、ヘッドショット当たっちゃった、後ろまたそこにいる、あー了解、あー見えた、終わった、ナイス、うわーこの人かわいそう、みんなうまいこと隠れ、あ右にいる、俺の右木の裏、あーハークで、で座る、一人はダウンした、あいよ、一人寄ってってる、はい、あー待ってる、リロード中、あんま来てる、まだ岩裏、そいつ別からかまされてる、はい、押し下がるわ、はい、そのロードアウト側にワンパーティーかな、 OK、 さあさっきのやつ左から左側行った、あれ確認、ああダウンされてるな、そいつダウン、ナイス、あと2人、がっつりアンチないだろうな、多分あのローダーとぐらいですね、
あ、輪出してないと。ワンチャン左回ったか。結構ホワイトボカス投げる。ハイグラウンドからあいつら打ってたから、あの辺だと思ったけど見えない。あ、いる。これ撃った。おお、めっちゃ当てられた。怖っ。俺の左側が来たな。一人、うん、展開してる。やった。うわ、ガン見してら。ナイス。全然こっち見てなかった。はい、こんにちは、プーです。今日の動画は CX9、 最近出た新武器ですね。こちらレベル上げも終わって、まあちょっと使い込んで、で今回はおすすめのカスタムを2種類ほどかな、紹介したいと思います。はい、じゃあまず自分は SR のサポートとして使うことが多かったので、まずそっちのカスタムから。マズルがなくてバレルがCX38S、 サプレッサーが入ってる搭載済みのやつのバレル、これつけて、レーザーを 5mW レーザー、これをつけて、でサイトなしのストック CXFR、 移動速度とエイム速度が上がるやつと、アンダーバレルなしの弾が50ラウンドとドラムマガジンのグリップを CX9 タックグリップ、エイム速度とダッシュ速度、ダッシュ後射撃速度が上がるやつっていう感じのカスタムを SR のサポートとしてよく使ってました。 SR のサポートなんで、まあ主に超近距離で戦う時ぐらいで使う感じだったんで、まあ、バレルはある程度の射程が伸びればいいかなっていうことで CX38S と、近距離打ち合い用で 5mm レーザー、これで近距離腰ダメで打ち合う感じで、あとは移動速度を上げるストックと、リアグリップも、リアグリップはエイム速度とダッシュ後の射撃速度を上げるようにつけてます。まあ弾は50ラウンドがウォーゾーンだと一番使いやすいからっていう感じかな。これがスナイパーサポート用のカスタムで使いやすかったです。はい、で次にスナイパーサポートじゃなくて、この CX9 自体をメインで使う時のカスタムとして、バレルを一番射程が伸びる CX38E で、マズルをモノリシックサプレッサー、これで射程距離が一番長いカスタムになるかな。で、レーザーをタックレーザーにすることで ADS 速度を短くして、ストック外して、サイトが、まあ、ここは好みですかね。3倍で射程距離伸ばしてもいいし、まあ、近距離は、個人的にはホロサイトは好きかな。っていう感じにして、モノリシック CX38E タックレーザーサイトマガジン。あ、これでいいのか。こんな感じで、射程を一番伸ばすタイプのカスタムとしてはこんな感じで使ってましたね。サプレッサーとバレルで、射程を伸ばして、タックレーザーで ADS 速度を高めて、弾を50発。あとはお好みのサイト。サイトなしでバレル、バレルじゃない、アンダーバレルでコマンドとかをつけて
リコイルを簡単にするっていうのもなくはないんですけど、まあ新武器なんで、新武器結構序盤は使いやすいっていうあれもあるんで、まああんまりバレルなくても使えるかなって感じで、普通にサイトをつけて、あとサイトをつける理由としてノーマルのアイアンサイトが若干見づらいんで、まあサイトつけた方が戦いやすいかなっていう感じですね。この SMG メインで戦う時のカスタムとしてはこんな感じが個人的にはおすすめかなって感じです。あと1点アップデート入ったの忘れてましたね。 CX9 が8月6日のアップデートで中距離のダメージ範囲が20から21に増加と、ヘッドショットのダメージ倍率が 1.4 から 1.45 に上がったので、この武器が本当に出始めた時よりは若干強化が入って強くなってますね。という感じで CX9 結構使いやすかった武器なんでね、よかったらカスタム試してみてください。以上。あ、回り。ああ、もう一人さ。あ、回り。ダウン。ナイス。ここ2階、1人。ああ、いた。目の前。
た。ナイス。目の前。ナイス。あ、財布だもんね。シャボンループした。やばい、トラック行きます。はい。何回建てかになってる。何回建て、座れてる。あ、もう一人。もう一座る。バンダ。目の前の駐車場。なんかあんま終わり。右からもたまたんでくんの。やった、それだ。いいな。あと下かな。あ、いる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 。何してんの、お前。こっちだ。こっちもあんま終わり。ワンダ。なんか。出かれてる。もうラッテさん、帰ってきたな。これ決めてる。ちょっと待って。もう一人割れ。もう一人割れ。もう一人じゃん。もう一人じゃん。なんか一緒に頑張ってきた。終わり。バンダ。これバンダ。いや、やばい。これやばい。すいませんでした。無理くり拾ってもやめてろ。手を流した。ひどいし、どうしてる。いや、ちょっと来たわ。終わった。ナイス、死んだんでした。あと正面。バンダー。ローズは縦こんなところから本命に右一発当たってくる。来た。回れ。ナイス。箱入れられたの。ほら、やった。ナイス。紫金の箱、これ二人。裏もあったね。そこの裏で2人。あ、トイレの中とそれです。外側でペーパー、あとトイレ。めっちゃ発狂してる。ナイス。ランナーはしっかり逃げてる。あ、ナイス。車でやったって家2階ね。こっちはダウン。ナイス。こっちも来てる。どこでもない。ローズ。いや、有効利用してくれたり。バモンティーね。はい。最強2人。なるな。ナイス。ちょっとは、空襲で潰してる。逃げ相当流れてる。右側。ここ。リバウンド。一人金の裏。これできる。終わった。あと、青ピン走ってる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 。ナイス。はい、ナイス。2連ドン。